田中銀之助田中銀之助は、大正、昭和と全国の高等女学校で採用される、楽曲、現在でも歌い継がれている、童謡唱歌、多くの校歌を作曲など、兵庫県を代表する、作曲家。明治13年、養父郡大倉村の雑貨賞、山和屋、の長男として生まれ、大倉小学校高等科を卒業後、 同小学校の教員などをしていたが、後に退職して、明治35年、東京音楽学校市販会入学した。音楽学校を卒業した、明治38年音楽教員として、兵庫県立神戸高等女学校に着任し、その後33年勤務した。当時、神戸高等女学校は、開校4年目の学校であった。彼は生徒への指導はもちろん、 音楽教育や社会を音楽の向上も常々考えていたが、生徒たちにとって発表の場となり、一般市民に音楽に親しんでもらえる場にもなる発表会を企画した。その始まりは明治40年頃で、いつしか紀元節の日に定期的に開催されるようになった。コーラスやピアノ、バイオリンなど本格的な西洋音楽が演奏されたこの発表会は、 その後の様々な音楽界のルーツとなった。そして、この舞台をステップとして、様々な音楽家が羽ばたいていった。日本を代表するソプラノ歌手の一木崎のりも、その一人である。田中が神戸高等女学校を退職した昭和12年に、この発表会を受け継いだヤギマッピラは、音楽教育に尽力した人物。県立第一神戸中学校をはじめ校南女子。 高校、短大、神話女子大学、神戸大和女子短大などで教弁をとり、音楽教育会をん引するとともに、兵庫の音楽誌などの著作を残した。田中は大正4年に大阪音楽学校を創設した長井浩二とも親しく、同校の指導者も兼務した。二人の教著、女子音楽教科書は NT 学府から出版されて広く、愛用された。田中は大正に入ると、 音楽教育だけでなく作曲活動にも力を入れるようになった。おたまじゃくしなど現在でも出版されている童謡を生み出し、工場の月の編曲も行った。子守歌、女孫歌などは今でも歌い継がれている。また、勤務していた神戸高等女学校の校歌をはじめ、神戸を中心に数々の校歌も作曲している。神戸市立の小学校では、副重症。 冷エタ賞、板宿賞のほか、現在廃校になった、北野賞、入江賞、下山日賞、清鳥腰賞、港山賞、志里池賞の校歌を作曲。育英高校や向川女子大など、多くの校歌も作曲した。最後に作曲したのは、母校の大倉小学校の校歌であった。昭和22年に、疎開先の郷里で没した。長女はピアニストで、 向川女子大学ピアノ科教授であった、下山田優子。孫はピアニストで、兵庫大学教授の田中恵子である。ありがとうございます。